おばあさんと黒猫、小川未明作。今ではいい薬がたくさんにありますけれど、まだ世間が開けなかった昔は、家電薬などを用いて病気を治したものであります。この話もその時分のことで、雪の降る北の国にあったことでした。おじいさんは働いて、たくさんのお金をおばあさんに残して、先へこの世の中から去ってしまった。後に残されたおばあさんは、一人寂しく暮らしてゆかなければなりませんでした。おじいさんとおばあさんの間には、ただ一人の子供もなかったのです。おばあさんは、おじいさんの残していってくれたたくさんのお金がありましたから、何に不自由なく暮らしていくことができました。しかしおばあさんもまた幸せな人ではありませんでした。ふと目を患って、それがだんだん悪くなって、ついに両方の目とも見えなくなってしまったのです。おばあさんのうちに一匹の黒猫が飼われていました。この猫は、おばあさんが病気にならない自分に、ある日のこと犬に追われて裏の高い杉の木に逃げてきて上がったのでした。あの猫を殺してしまえ、と村の子供たちは犬に消しをかけて木の下にやってきました。そして猫をめがけて石を投げつけたり、棒を持ってきて突き落とそうとしたりしたのでありました。黒猫は一生懸命に杉の木の枝にしがみついていました。小石は四方から飛んできて、体の周りをうなって飛んで行きました。それが一つ当たろうものなら、いくら猫はしっかりしがみついていても、目がくらんで落ちずにいられませんでした。猫はそれを思うとブルブル震えていたのです。もっと長い竿を持って来いやい、と子供たちは叫んでいました。この時おばあさんは家のうちで仕事をしていましたが、あまり犬が吠えますので、何事が起こったのであろうと裏へ出てみました。すると村の子供らが大勢寄り集まってきて、杉の木に逃げて上がった猫を突き落として、犬に殺させようとしていたのであります。おばあさんは悪いことをする子供らだと思いました。ああ、みんないい子だから、そんなことをするものでない、とおばあさんは言いました。子供らは、おばあさんの言うことなどを耳に入れません。あの猫は、鶏のひなを取った悪い猫だもの。殺したって構えはしない。あの猫は、宿なしなんだから、誰も叱れやしないんだ。子供たちは、勝手な理屈をつけて、竿に竿を継ぎ足して、どうかして高い木の枝まで届くようにしたいと苦心していました。犬は、上を仰いで、大勢の子供たちの加勢があるので、ますますたけり吠えていたのです。おばあさんはこのありさまを見ると、木の上にしがみついている猫がかわいそうでなりませんでした。その猫は、うちがないなら私に送れ、買ってやりましょう。その代わり、そこにいるみんなにお足をあげるから。おばあさんは言いました。子供たちはお足をくれると言われたので、たちまちおとなしくなってしまいました。おばあさんはみんなにお足を分けてやりました。子供たちは犬を連れてどこへとなく去ってしまったのです。猫はようやくにして危うい命をおばあさんに助けられました。おばあさんは猫の好きそうな魚を皿に入れて裏口に置いてやりました。日暮れ方になると猫は
全く誰もあたりにいないのを見すまして木から降りてきました。こうしてこの黒猫はその日からおばあさんのうちに養われたのでした。ある日おばあさんは猫に向かって、私はこのように目が見えなくなってしまった。お前はこれから私の力になってくれなければいけぬ、と言われました。この村の人たちはおばあさんが金持ちだということを知っていました。そこで村は小さくて、至って戸数は少なかったけれど、おばあさんの家を除いては、いずれも貧乏でありました。中には困るとおばあさんのところへお金を借りにやってきました。おばあさんはいい人でありましたから、嫌だとは言えませんでした。それに自分は一人でいるし、また村の人たちの世話にならないとも限らないからと思ってお金を貸してやりました。おばあさんから借りたのだから早く持って行って返さなければならないと言って、正直な人は金ができると返しに行きました。しかし良くない人間もあって、どうせおばあさんは目くらだ。それに金を持っているのだから、すぐに返すことはない、と言って、約束の日が来ても返さないものもありました。黒猫はよく人間を見分けたのでした。おばあさん、困っていますからお金を貸してください、と村の人が言ってきても、本当に困っていて、また約束を違えずに返す人なら、猫はおばあさんの膝の上に乗って、喉をゴロゴロ鳴らしていましたけれど、来た人がおばあさんを騙して金を取る考えであると、猫はその人の腹の中を見破りました。おばあさん、この人に金を貸してやるのはおよしなさい、と言わぬばかりに見えました。おばあさんは猫がそう言って泣いたときは、金を貸してやるのを見合わせました。いつしかおばあさんの家の黒猫は人間より利口だという評判が立ちました。中にも正直者の人々は黒猫を褒めましたけれど、腹の良くないおばあさんを騙そうと思っているような者は黒猫を悪く言ってあんなのを生かしておいては末になって恐ろしいなどと言いふらしたのであります。またある時は黒猫のことを、あの猫は化けますよ。一人で障子を開けたり閉めたりします。またおばあさんが目が見えないと思って手ぬぐいをかぶって踊ったりするのです。と言って、どうかして黒猫を退治してしまおうとしました。しかし、中には黒猫をかばう者もあり、また黒猫が利口で容易にその人たちの手にかからなかったのです。おばあさんには別に身内の者というほどのものはなかった。病気になると村の人たちが親切に世話をしてやりました。おばあさんはいい年でもありましたから、病気にかかるとほどなくこの世から去ってしまいました。村の人たちはおばあさんに世話になったものが多かったから、その人たちの手で葬式は済まされたのです。さあ、葬式も済んだが、おばあさんはお金をどうしたろう、といったものがありました。なるほど、おばあさんは金持ちだった。きっとどこかへ隠してあるに違いない、とある者は言いました。集まった人たちは家の内をくまなく探し始めたのです。けれど、ほんのわずかばかりの金が財布の中にあった他には、まとまった金というものが見当たらなかった。お金のないはずがない。きっと天井張りの上だろう。それでなければ畳の下に違いない、とある者は言いました。天井張りの上も畳の下も探しましたけれど、
やはり金は見出されなかったのでした。おばあさんは、もう金を持っていなかったのじゃないか。そして金がなくなると、ちょうど自分の命もなくなってしまったのだろう、といったものもありました。みんながこうして大騒ぎをしているのを、黒猫は浅ましそうに黙って見ていました。おお、この黒猫が知っているはずだ。さあ、どこにお金がしまってあるか言え。言わなけりゃ誰も飯をやらないぜ、と人々は黒猫に向かって言いました。黒猫はとうとうその日から主人を失いました。そして一人寂しい暗い空き家に住んでいましたが、誰も飯をくれるものもなかったから、夜になると外へ出て、あたりのゴミためをあさっていたのです。そのうちに寒い恐ろしい冬がやってきました。ゴミための上まで雪が深く積もってしまいました。哀れな黒猫はひもじい腹を満たすことができないので、悲しい恨めしい声を上げて、深夜に雪の上をうろついたのでした。家の中では人々が目を覚まして悲しそうに泣く猫の声に耳を傾けていました。かわいそうにおばあさんが亡くなられてから誰も食べ物をやるものがないからああして泣きながら探して歩いているのだと言っていました。それは吹雪の下寒い寒い晩のことでした。黒猫は畑の中で凍えて死んでいました。村の人はそれを見つけたけれど、気味悪がってその死骸に手をつけるものはなかったのです。もう一度激しい吹雪がすれば、黒猫は隠れてしまうだろう。そう思って人々は雪の上にある黒猫の屍を見ていました。しかし、一度その黒い動物の体は、吹雪のために隠れたけれど、天気になるとまた黒く雪の上に現れたのでした。その時、どこからかたくさんのカラスが集まってきて、畑の中に降り、黒猫の死骸をつつきました。村の人々は、雪玉を投げたりしてカラスを追ったけれど、2、3日はそのあたりをカーカーと鳴いて去りませんでした。雪が積もって山にも里にも食べ物がなくなったからでありましょう。彼らは黒猫の屍を食い尽くすとまたどこへともなく飛んで行ってしまいました。村人がそのことを忘れてしまった雪の消えた頃です。再びどこからともなくカラスが集まってきて、おばあさんの家の裏手のいつか黒猫が犬に追われて逃げてきて上がった高い杉の木の枝に巣を作り始めたのでした。山の方からまた丘を越えて海の方から枯れ枝や海藻や毛のようなものを加えてきて、カラスは巣を作りました。おばあさんの家の裏へカラスが巣を作りましたね。あの家は黒猫かカラスとかいろいろなものが来る妙な家ですこと。村の人たちはこんな話もしたのでした。ある日のこと、みんながワイワイ言って空を眺めていました。晩方の空にカラスが天でにピカピカ光るものを加えて、杉の木の頂を飛び回っていたのであります。あれは何でしょうか？村の人たちは木の下にやってきました。そして中にはわざわざ木の上へ登ってゆくものもありました。カラスは巣の中へ光るものを加えて入るのもあれば、またこれを加えて山の方へ、丘を起こして海の方へ思い思いに飛び立ってしまうものもありました。木の上へ登っていったものはようやくのことでカラスに頭をつつかれたり目を狙われたりするのを防いで
巣の中から光るものを一枚取り出してみたのでした。金の小判だ、と木の上から叫びました。木の下に立っている人たちは、まさか金の小判をカラスが加えてくるはずがないと言って信じませんでした。そのうちに木から降りてきたものが、それをみんなに見せると、本当に金の小判でありました。村の人たちは、大急ぎをしてカラスの持っている金の小判を奪おうとしました。しかしカラスはそれを加えていずこへとなくみんな散ってしまって、村人の手に入った小判はやっと2枚しかありませんでした。おばあさんは金を持っていなされたはずだが、亡くなられても金がどこにも見つからなかったのはおかしいと思っていた。カラスがどこからか見つけ出して加えていったのだろう。まだどこかに隠してあるかもしれない。彼らは宝探しでもするようにおばあさんの家の周りを掘り始めたのです。けれど何も見出すことはできなかった。この話が全く不思議な話として伝わりました。その翌年のこと、村に悪い病気が流行しました。ちょうどその時、旅の薬売りが村へ入ってきたので、村の人はその薬売りから薬を買いました。その薬は大変に病気によく効いたのであります。薬売りはあちらへ呼ばれ、こちらへ呼ばれしました。何かこの村にたたっているのではありませんか？と薬売りは言いました。村の人は別にたたるものもないが、おばあさんが死んだけれど、誰も墓を建ててやるものがない、ということを告げました。薬売りは頭を振りながら、それはよくありません。村の人のお世話になったおばあさんの墓を建ててあげないという法はありません、と言いました。薬屋さん、あなたの言われるのはもっともなことです。けれど、この村はいつだって貧乏です。そんなにお金がないのです、と村の人は答えました。薬屋は考えていましたが、私の持っている薬はどれも家伝の名薬です。この薬の作り方をこの村の人たちに教えてあげましょう。その代わりにカラスの加えていたという2枚の金の小判を私にください。私はそれを土産にして故郷へ帰り、この不思議な話をいたします、と言いました。村の人たちは集まって相談をしました。そして2枚の小判を薬売りにやりました。薬売りは疫病に効く薬の製造法と解熱剤の作り方を村の人に伝授しました。この旅人は、小判を携えて、いずこへか去ってしまいました。その後で村の人は、薬売りから教えられた薬を製造しました。この薬も大変によく病気に効いたのであります。こうなったのも、おばあさんのしてくだされたことだ、と、村の人はおばあさんに感謝しました。そして、黒猫とカラスの絵を、薬の袋に書くことにしました。疫病に効く毒下しの薬。袋には黒猫の絵を描き、解熱剤の薬袋にはカラスの絵を描きました。村の人は作った薬をおぶって、それから山を越えて他国へ売りに出て行きました。国々を春、夏、秋冬と巡って、薬が尽きるとまた自分の村へ帰ってきたのです。北国の寂しい村はこうしていつしか名高い薬の産地として富んだ町となりました。